キロで走行中、この度9月23日、24日に大遠征が決まりました。イエーイ、ぜひぜひ中央通りがタイでライブするので遊びに来ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。タイの皆さん、サワディーカー、中央通りのおしシレット担当、ルイルイこと大関ルイです。今回中央通りがタイでワンマンライブさせていただくということで、タイは微笑みの国なので、私たち中央通りもたくさん皆さんに微笑みを届けられるように頑張ります。今からタイに行くので待っててね。サワディーカー、中央通りのニャンニャンパープル担当、ことにゃんこと桜木ことかです。私タイに遠征に行くのを、てかタイに行くのが初なので、もうすごいドキドキワクワクしてるんですけれど、タイの観光をいろいろして、もうね、綺麗な、いろんなところとか行って、いっぱい最高の思い出を作りたいなと思うので、ぜひ皆さんに会えるのもすっごいすっごい楽しみにしてます。それでは9月23、24にタイで会いましょう。はい、中央通りのナチュラルミントグリーン担当、マスちゃんこと真城優香です。今回ですね、9月23日、24日に大遠征が決まりました。私すごくね、ライブももちろん楽しみなんですけれども、食べることがとてもとても好きなので、パクチーをね、この遠征に行くまでに、こう食べれるようになって、たくさんたくさん食べ物も楽しんでいきたいなと思います。ぜひぜひ、ライブも遊びに来ていただけたらなと思います。それでは以上、真城優香でした。中央通りのエンジェルライトブルータンと、ももたんこと白崎ももかです。と、私は初めて海外に行くのですごく緊張してるんですけど、ライブも観光もすごく楽しみでワクワクしています。皆さんに会えるのを楽しみにしてます。待っててね。タイの皆さん、はじめまして。中央通りドールピンク担当のエミリンこと春のエミリです。今回9月の23日と24日にライブとファンミーティングをタイでさせていただくことになったんですけど、ツイッターのコメントとかインスタグラムのコメントで、来るよって言ってくれる方とか、初めてエミリンに会えるって言ってくれてる方のコメントを見て、すごく会えるのを楽しみにしてます。タイで会ったら、なんかタイの名産のものとか教えてくれたら嬉しいです。楽しみに私もしてるので、皆さんも楽しみに待っててくれたら嬉しいです。それでは9月の23日、24日にタイでお会いしましょう。またね。タイの皆さん、はじめまして。サニーユーデンジ担当の五十嵐彩香です。今回初めて、タイに遠征に行かせていただくということですね。私自身日本から出るのが初めてなんですけど、タイに行ったら、私ガパオライスがものすごく好きなので、それとあとパクチーが最近食べれるようになったので、ご飯も観光もライブもたくさん楽しみたいと思います。23、24、みんなに会えることを楽しみにしています。待っててね。